アルファロメオ146はイタリアの自動車会社アルファロメオが製造したハッチバック型の乗用車33の後継車種として1995年に発売された5ドアハッチバックで2000年まで製造された2000年発表の147が後継車種となる33と同じ5ドアハッチバックで1994年に発売された145と ボディ前半部は共通するが別の名称を与えられた独立モデルであった。しかし3ドアハッチバックである145の5ドア版であることに間違いはなく145や155と同様にフィアットティーポがベースとなり多くの部品を共有した。ただし33同様に3ボックスセダン風のトランク部分を強調した造形から C ピラー周辺の骨格は アルファロメオ独自の開発であった。ボディサイズは、全長 4257mm、全幅 1712mm、十五 1425mm、ホイールベースは 2540mm。エンジンは、排気量 1.3L と 1.6L の、水平対向4気筒 OHC、1.7L の、水平対向4気筒 DOHC、1.4L、1.6L。 1.8L よび 2.0L の直列4、気筒 DOHC のガソリンエンジンと、排気量 1.9L の直列4気筒ターボのディーゼルエンジン。直列4気筒 DOHC モデルは、ツインスパークと言われるエンジンで、1気筒あたりに2本の点火プラグが配置されていた。これらを FF 方式で駆動した。サスペンションは、前輪が、マクファーソンストラット後輪が、 セミトレーリングアーム。バネは前後ともにコイルスプリングを使用。内外装ともにアルファロメオチェントロスティーレが担当。アルファロメオの正規輸入元であるフィアットアルファロメオモータースジャパンで輸入されず、並行輸入という形でのみ販売された。しかも輸入されたのはほとんど左ハンドルで右ハンドルはごく少ないベース車の1 4 5とは内装が異なった。 デザイン設計になっている。ありがとうございます。